チャンネル登録ありがとうございます。出版プロデューサーの西浦です。今回はですね、実は一番問い合わせの多い、どうやったら西浦さんの出版プロデュースを受けられますかっていう、この質問についてね、お答えしようと思います。いや、もう本当この質問が一番多いっていうのは、つまり分かりにくいってことですね。本当申し訳ございませんね。せっかくその動画を見ていただいたり、まあ、ブログから飛んできてもらったりして、あ、この西浦って人の話は結構ね面白いなとか役に立つなって思っていただいて、ちょっとプロデュース興味あるなみたいに思ったのに、はてどうすればこの人のプロデュース受けられるんだろうとか、プロデュースに行くにはどういう流れがあるんだろうみたいなのがちょっと分かりにくいなって思ってる方も多いと思います。本当ね、自分のことになると途端にプロデュースできないというか、人のことはよく見るんですけどね、プロデュースあるあるでございます。ですので今回その動画をもう撮ってしまおうと、出版プロデュースの受け方最新版をお届けしますので、興味ある方はぜひ最後までご覧ください。入り口は2つ、オンライン出版セミナーと対面相談。結論から言います。出版プロデュースに興味を持ってくださった方は、オンライン出版セミナー3万円か対面相談5万円、このどちらかにお申し込みください。リンクはこの動画の詳細概要欄に掲載してあります。というのもですね、オンラインか対面かっていう違いはあるんですが、どちらも西浦と1対1で出版について何でもご相談いただける時間がありまして、まあ、そこでプロデュース興味あるんですけどとか、ちょっと受けてみたいと思ってるんですとか、一緒に本を作りたいですっていうふうに、まあ、言っていただけると、僕としてもあ、そうなんだってありがたいので、そのつもりで出版相談乗らせていただきます。それでまあ相談中にですね、じゃあどうして本を出したいと思われたんですかっていう目的であったり、どんな本を書きたいですかっていうイメージですとか、あとはその本の内容に合う沿うようなご実績だったり経験っていうのはどういったことされてるかっていうのに、ね、インタビューさせてもらいます。ちなみにそのオンライン出版セミナーと対面相談2つあるので、どっちを受ければいいんだろうかっていう話なんですが、相談以外にそもそも出版のね、特にマーケティングの知識とかノウハウを学びたいっていう方、まあ、地方在住なのでちょっと関東には気軽に出にくいという方、最初はちょっとでもねコストが低い方がいいよという方、こういう方にはオンライン出版セミナーをおすすめします。またあるいはすぐにもう出版の相談を始めたい方、企画書があるからそれを見てほしいという方、オンラインだと空気感とかがわからないから対面の方がいいという方、こういった方は対面相談をお勧めします。プロデュースへの流れ。さて、こうやってご相談いただいてですね、いろいろお話を聞かせていただきまして、お互いにね一緒に本を作りたい、やりたいなっていうのを思ったらですね、次は企画書のコンサルというものを受けてもらっております。これはですね、コロナ前にはベストセラーキャンプという形で複数人で行っていた企画の勉強会の、まあ、最新版になります。感染症対策のちょっと観点からですね、もうみんなで集まってっていうのはちょっと難しいなっていうことで、まあ、1対1でオンラインだったり対面だったり、これを選んでもらいながら企画書のコンサルをするという形をとっております。こちら月に1回だいたい1時間から90分ぐらいで、半年間全6回で50万円になっております。まあ、というのもですね、本のプロデュースするよっていうのは1冊につき250万円でやらせてもらってるんですけど、1時間で1対1のご相談、そのオンラインで3万円、対面相談だと5万円なんですけど、この相談からいきなり250万円のプロデュースに飛んでしまうと、ちょっと互いにリスクが大きいと思うんですよね。まあ、例えば1時間の対面相談すごく印象良かったんだけど、まあ、数ヶ月一緒にやってみると、ちょっとこう西浦とね、本作りするのは難しそうだなって感じられたり、まあ、僕もですね、ちゃんと責任持ってプロデュースを引き受けしたいので、なるべく慎重に判断するようにはしてるんですが、まあ、それでもやっぱり、まあ、今はまだ本にする出版するっていうのには時期尚早なタイミングでちょっと引き受けしてしまってるっていうようなこともないと言い切れないので、まずは50万円で半年間体験していただいております。もうね、自分の売上とかだけ考えれば別にそんなの無視しちゃえばいいんでしょうけど、まあ、ここを飛ばしてしまうとですね、よくあるそのプロデュース料払ったのに本が出ないみたいなトラブルになりかねないので、結構ね大事だと思ってるんですよね。なのでこの企画書コンサルの半年後にですね、信頼できるなと思っていただけて、僕としてもこの方なら絶対いけるし最後まで走りたいなと思ったらですね、そのままプロデュースの本契約に移ります。その際にですね、プロデュース料の250万円から半年間の企画書コンサル料へ50万円分を割引させていただき、200万円でプロデュースを引き受けしております。プロデュースはどこまで含まれるのか、これもよく聞かれるんですが、まあ、実質二人三脚で一緒に本を作っていくというふうに思っていただいて大丈夫です。まあ、企画書の共同制作に始まり、出版社の持ち込み提案ですね、まあ、これもちろん僕がやります。企画通過後の出版社との全ての会議打ち合わせに僕が同席します。原稿は著者さん本人に書いていただきますが、この部分すごい面白いですねっていうフィードバックだったり、逆にここ面白いだけにこういう要素はいらないですとか、逆にこういう部分を加えた方がより面白くなりますといったフィードバック、こういうことを、ね、行います。実は編集さんに原稿を渡すっていうのはですね、例えば60点のものを渡せば80点にしてくれるっていうのが編集さんなんですよ。だから80点のものを渡せば100点の原稿が返ってくると。
なので編集さんにお渡しする前にどれぐらいブラッシュアップできるかっていうのが実は原稿の質を上げるすごい重要なポイントになってまして、だからなるべく2人で100点の原稿にしてからお送りすると120点にしていただけるというのが編集さんにお願いする一番ベストな方法です。なのでこういうやり方をお勧めているんですけども、時間がないなどご希望があればフィードバックは編集さんと僕が同時にお送りすることもできるし、編集さんとか著者さんのタイプ次第で柔軟に対応しております。実際編集さんで多いのは原稿全部上がってから見たいですという人多いんですよね。というのも何回も見てると編集者の中で その初めて読んだ驚きとか新鮮さが失われるので、基本的につまんない原稿に思えてきちゃうんですよ。何回も見てると見飽きちゃうから。だから編集さんにはやっぱりこう完成度が高いものを一発バンってお渡しする方が、うわ面白い、ここをもっと面白くできるって、その読者に近い感覚で編集していただけるので、まず西浦を壁打ち役みたいに思ってもらって2人で原稿を作り上げてから編集さんにドンって見てもらうっていうのがいいかなというふうにやっぱり思います。また販促ですね、本を売るための販促プロモーションの案もご提案しますし、出版社との販促ミーティングのセッティングも行います。特に出版の販促プロモーションに関してはこっちからどんどん提案していかないと、特に新人さんの場合はもう気がついたら発売2週間前で本の販促については何にも出版社と相談してないってことがよくあるんですよ。ほんと2週間ぐらい前になって PR 頑張ってくださいって急に言われるみたいな、こういう状態になってから、慌ててやり方を調べて私 の, そのオンラインセミナーを受講される方とかも結構いらっしゃるので、やっぱりね全体のスケジュール感というのを把握して前倒しで提案していくというのが有効になります。 YouTube のプロデュース、最後に YouTube などをはじめとした SNS について、これらは出版のプロモーションメディアとして非常に重要なので原則としては必ずやっていただきます。というのも本のプロモーションの話だけじゃなくて、ご自身の文章力の向上であったり読者との今後のコミュニケーションの場としても非常に著者さんの力になる場所なので、で、すでに1万人以上フォロワーがいるというような方であれば、僕から申し上げることはほとんどないので、このまま増やしててください、頑張ってくださいというだけでいいんですけど、正直まだ全然やったことないという方とか、アカウントだけ持ってるけど全然本格的な運用はしてませんという方もいらっしゃるので、こういった方には YouTube のプロデュースも承ってます。ただ僕はその SNS のプロというわけではないので、あくまで出版のプロデューサーなので、この SNS に関しては外部のプロの方に委託していただくっていうのはすごくいいと思います。というわけで西浦の出版プロデュースにご興味持っていただけた方は、まずはオンライン出版セミナーか対面相談にお申し込みください。リンクはこの動画の説明概要欄にございます。一緒にベストセラーを作っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ていてください。セミナー対面相談プロデュースは概要欄から。